日本栃木県宇都宮市花和電花和電は栃木県宇都宮市の地名。現行行政町名として、花輪で2丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目が設置されている。県庁など栃木県の主要施設を抱え、県の中心とも言える地域である。全区域が住居表示実施済み。郵便番号は320027。 宇都宮市内の中央南部に位置し、西から時計回りに、昭和1丁目、2丁目、3丁目、東都西1丁目、大曽2丁目、1丁目、東、花輪殿2丁目、1丁目、栄町、宮町、馬場通り1丁目、本町と接する。1884年、三島道常により、県庁舎が下津賀栃木町から、この花輪殿に移される。 この頃より、花輪殿は、市街地下が進行。明治期には、複数の企業がこの地に、製麺工場、菓子工場などを建設した。1903年には、宇都宮警察署が花輪殿に建設され、県における花輪殿の重要性はさらに増した。1927年には、花は多田町北部の八幡山に、八幡山公園が開園。市民の憩いの場となった。 花輪田は1889年の町村市工事より、宇都宮の一部である花輪田町が元になっており、現在の花輪田1の5丁目は、この花輪田町の一部である。9丁目の花輪田町は、現在の花輪田1の5丁目の他に、本町、昭和1から3丁目、東、花輪田1.2丁目、津波町、境町、宮町、馬場通り4丁目、 今泉2.3丁目のそれぞれ一部、またはすべてを含む。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。宇都宮タワー。ありがとうございます。